チェーンクロニクルは2013年7月26日よりセガから配信されているスマートフォン向けオンラインカードバトル RPG。公式でもよく用いられる略称はチェーンクロ。CC という略称もある。開発はセガ第一研究開発本部。2014年7月17日公開の第2部からはチェーンクロニクル絆の新大陸。 2016年11月24日公開の第3部はチェーンクロニクル32020年11月26日公開の第4部はチェーンクロニクル第4部から新世界の呼び声と解題している。本作は作品の柱となるメインストーリーとチェーンクロニクル3の時点で800人以上の人物が登場するキャラクターたちのストーリー群で構成されている。 登場人物一人一人にキャラクタークエストが設定されている。また、第1部、第2部に関しては、特定のキャラクターに関しては、進行型クエストのチェーンストーリーが存在する。2017年末段階では、以下の3シリーズ構成となっており、第1部、第2部と第3部の作品を選択し、それぞれの世界観をプレイできる仕様となっている。なお、第部は、 1> 第1部をクリアしていないとプレイできないが、第3部は第1部、第2部をクリアしていなくてもプレイできる。プロデューサーの松永淳によると、本作は松永が過去にメインプランナーとして関わった三国志大戦を原型とし、同作のバトルシステムの根幹や、ストーリーなどのシステム面をスマホナイズして活用している。また、キャラクターストーリーの出現方法などは、 同作のストーリーモードを原型としている。本作のゲームシステムはタイプムーンのフェイト、グランドオーダーなどに影響を与えた。職別同じ職業でも違う職界にある場合がある。武器通常のクエストとは別に用意されており、下記の特定イベントのほか義勇軍強化クエスト等といった代償様々なイベントが用意されている。特に下記の魔人襲来のみ共通した特徴がある。 勢力イベント大型作戦コラボレーション以下は、ゲーム外でのコラボシリーズを通して、大多数のキャラクターが存在するため、メインストーリーに深く関わり、かつ、キーとなるキャラクターのみ記述する。キャラクターあるかな関連武器あるかな本作のキャラクターは、シナリオ担当者が提出したイメージや、設定資料等をもとにデザインチームが設定を記述した発注書を作り、 その発注書をイラストレーターへ渡すという形で作成され、イラストレーターからの提出物をもとに専用武器等を 3D 化するという形で作成されている。本作の第1部、第2部のメインストーリー及びキャラストーリーの多くのシナリオは松永淳が担当した。また、作家集団、クオリアのメンバーのうち、下村健がメインストーリーとチェーンストーリーの多くを手掛けたほか、 原山リンフト氏が第3部の絆の奇跡のシナリオを執筆した。第3部のメインストーリーはセガイ,インタラクティブの開発チームが担当しており、各主人公に担当者を設けて執筆している。ヘリオス編のみ担当者が変えられている本作はスマートフォン向けアプリのシナリオ構造を決定付け、フェイト、グランドオーダーなど本作に影響を受けた作品も登場した。特に、 ガチャで入手できるキャラクターに付属するシナリオは、ユーザーがガチャを回す、動機づけに成功した。チェンクロラジオは、文化放送、ラジオ大阪、町、A&G で放送されたラジオ番組。正式タイトルは、セガネットワークスプレゼンツのチェンクロラジオとしている。文化放送は、日曜21時30分22時。 ラジオ大阪は日曜24時24時30分に放送され、超 A&G は地上波放送から一周遅れの日曜20時20時30分にて配信されていた。2015年4月より文化放送日曜21時台がセガネットワークスアワーとしてセガネットワークスが1時間提供することに伴い番組がその第2部として組み込まれることになりタイトルが セガネットワークスアワーの全黒ラジオに変更となる。本番組の放送時間、内容に変更点はないが、ラジオ大阪へのネット放送は2015年3月で終了、超 A&G は地上波放送から5時間遅れの日曜26時30分27時にて配信されることになった。2016年4月から2017年4月まで、 文化放送日曜21時代がセガネットワークスアワーがセガアップラジオとしてリニューアルされたことに伴い2016年3月27日で放送終了当番組のパーソナリティが引き続きセガアップラジオのパーソナリティを担当したパーソナリティ放送開始から第8回までの約2ヶ月間は井口優香のチェンクロラジオ都市井口優香が一人で 番組のパーソナリティをしていたが、第9回より、いつか出会うパートナーとして、花沢香菜が正式メンバーとなり、タイトルも、井口優香、花沢香菜のチェンクロラジオになった。花沢は、第8回にゲストとして出演した。井口、花沢による放送は、第26回で終了。翌週より、緑川光、今谷さみ、内田綾が、新パーソナリティとなり、 緑川光、今やさみ、内田彩のチェンクロラジオにタイトルが改められた。緑川は第15回にゲストとして出演した。コーナーゲスト動画番組本番組のスピンオフ、動画番組が YouTube 上で公開。井口、花沢時代は2014年4月9日から井口優香のチェンクロできるかなとして開始し、6月2日の第5回より、 井口優香、花沢かなのチェンクロできるかなに開来した。9月30日の第13回で終了となった。井口と花沢が開発スタッフにレクチャーを受けながら、実際にゲームを行い、本作の魅力などを語った。余談だが、井口はプライベートでもプレイしており、ユーザー名は、サスケであることを公言している。パーソナリティが、緑川、今井、内田に交代した後は、 緑川光、今谷さみ、内田彩のもっと、チェーンクロできるかなに、タイトルが改められ、2014年10月15日の第1回から2016年4月1日の第39回まで配信された。チェーンクロラジオ、セガアップラジオの流れを組む形で、チェーンクロニクル公式ウェブラジオ、チェーンラジオが、イズミ、 チェーンクロニクル YouTube 公式チャンネルにて2017年6月5日より毎週月曜日19時に配信されているパーソナリティコーナー2014年7月21日ショートアニメ化が発表チェーンクロニクルショートアニメのタイトルで同年12月18日に DVD がサークル計算クス限定で発売された2015年12月6日に開催された セガネットワークスファン感謝祭2015にて TB アニメ版の正式タイトルがチェーンクロニクルヘクセータスの線になることが発表された。タイトルのヘクセータスとはあるものを他のもの特別する要素を意味しておりサブタイトルには黒の王がこの世界を終わらせて新世界を作ろうとする中で主人公達が今この瞬間ここに存在する他ならぬ自分が 自らの手で運命を切り開く物語であるという意味が込められている。2016年7月31日に開催された絆の大感謝祭ファンミーティング2016において主要担当声優の発表が行われた。2017年1月より3月まで全12話が放送されたほか放送に先駆けて2016年12月3日から第1章。 2017年1月14日から第2章、2017年2月11日から第3章が2週間限定で映画館にてイベント上映されており、それに並行して約2週間後にデジタルセル版が配信されている。入場者プレゼントとして黒騎士、ユリアナ、ファティマのいずれかの SSRR カナが入手できる URL が記載されたスクラッチカードが配布される。 工業収入は、第1章が1600万円、第2章、第3章がともに1100万円。本作は、ゲーム第1部第10章に該当する箇所で、義勇軍と連合軍が黒の軍勢に敗れていたら、という世界が描かれる。また、本作には、ゲームの主人公に相当するキャラクターとして有利が、登場したほか、もう一人の主人公として、アラムが登場した。監督、 演出、脚本は、アシナ・ミノル。プチキャラクターデザイン。作画監督は、竹原・ミノル。アニメーション制作は、スタジオ・プユカイ。チェーンクロニクルの世界をイメージした、チェーンクロ・酒場が、期間限定でオープンした。2013年11月28日から12月22日まで、欧風ギルドレストランザ・グランバニア・デイン・東京が、 2014年3月4日から3月18日まで、ビアーズテーブルケラーケラーデイン大阪が、2014年3月20日から4月3日まで、チキチキバンビーノデイン名古屋がオープンしていた。2014年8月9日、10日、16日、17日に、豊島園にて開催。チェーンクロニクルの公開から1周年を迎えたことを記念して開催されたイベント。参加者が、 義勇軍の一員となって、黒の軍勢を戦うリアルクエストなどの体感型リアル RPG や出張チェーンクロカフェが行われた。チェーンクロニクルヘクセータスの線に関するカテゴリー。ありがとうございます。